さあ、こんにちは、マーティン、ダイノリアク、キネトクです。今回は日本以外、昭和の、えー、オリンピックメダリストを紹介します。三段跳び、ホープステップジャンプ、初代のメダル王者、アメリカのジェームズ・コノギ。これすごいですね、大学生参加は、本当にね、はい。スピリドン・レイス、これギリーシャですね。マーシャ、ギリーシャ勢、上位独占したそうです。まだメダルはない時代でございます、はい。あとは、まあ、パリで活躍したのは、まあ、はい。199年代、はい。 シャーロッてクーパーはこれ女性初のメダリストだそうです。はい。あの、テニスの灰、はい。陸上のアルビン・クレンツ・レーン。これね、一大会個人の種目で4冠獲得。陸上本当にすごいですね。セントルイス大会はね、マラソンはトーマス・ヒック。本当に、本当の優勝者です。マラソン競技の灰、はい。アーチャーはこれ陸上3種目で銀メダル。本当に3冠王すごいですね。はい。 あとは、ロンドンオリンピック1908年。あと、レイユーリー、これ、飛躍王として活躍したそうです。ジャンピングですね。はい。あとは、トランドの悲劇を受けた、あの、マラソン40キロ、これ、トランドピエトリーさんですね。はい。トランドピエトリーさん。はい。あとは、まあ、ストックホルムで有名なオリンピック。まあ、日本人が初参加なのは、あの、一人の東大生だそうです。はい。 いやあ、驚きました。日本が初めてオリンピック参加したのはストックホーム大会からでしたか。アメーディングです。というわけで以上です。バイバーイ。